さんこんにちは、斉藤です。ついにロックダウン4ヶ月経っている四季ホールですけれども、毎日いい天気が続いて海の状況も非常に良く、ダイビングの方は全く問題なくできています。フィリピンの方なんですけれども、今まだ四季ホールの方はロックダウンが続いているのですが、大統領府の方から発表があって、外国人のビザがついに緩和されるという報告がありました。しかし詳細をよく見てみると、実はこの緩和措置、今あるのとほぼ変わりがなく、いわゆる13シリーズという、例えばフィリピン人と結婚していたりとか、親がフィリピン人であったりとか、あとはもともとフィリピン人だったのが国籍を、例えばアメリカの国籍に変えてフィリピンの国籍を捨ててもう一度戻ってきた、そういったビザの人たちだけなんですね。なんで一時期言われていた、例えば退職者の人とかビジネスビザを持っている人、そういった人たちの入国はまだ認められていないようです。一つ前進といえば前進なのかもしれないですけれども、こういった長期の人たちのビザがまだ許可されていない状態なので、観光ビザでフィリピンに遊びに来るというのはまだまだ先になるかもしれません。どの道ですね、今のところフィリピンの感染者が1日に1500人から2000人ぐらい増えている現状なので、とてもじゃないですけれども、まだ遊びに来るというような雰囲気では確かにないんですね。幸いなことに四季ホールは、今日現在までコロナに感染した人というのは実は今まで一人も出ていない州なんですね。皆さんもご存知のように魔女がいる島という言われているこの島なんですけれども、魔女のおかげでコロナが来ないんじゃないかというような話が半分冗談ですけれどもあるぐらいなので、全くここに住んでいる人たちにとっては緊張感というものがないんですけれども、それでもですね、先日のビデオで紹介したように外に出るときにはマスクをしたりとか、いうのはかなり徹底はされています。とは言ってもソーシャルディスタンシングとかですね、いろんな人たちが集まっちゃいけないというような規定に関しては、どちらかというとあまり守られていないんじゃないかなというのが現状です。実際ロックダウンが始まってから四季ホールの方は、いろいろな規制はあるんですけれども、実際にその規制を全くと言っていいほど適用されていないというのが現状になるので、皆さんですね、外に遊びに行ったりとか、多くのレストランは基本的には営業してましたし、バーであったりホテルであったりというのは営業してました。ただ、観光客がいなくなってから4ヶ月も経つので、さすがにですね、最初のうちはいつ終わるかななんて言って、ここで自由を満喫していたヨーロッパの人たちも、徐々にではありますが、いろいろな理由、例えばこの滞在費の問題であるとか、仕事が始まるとかといったような理由で、母国の方にですね、帰り始めてしまったので、今実際にシティホールの方に残っている外国人というのはもう半分以上ここに住んでいる人しか残っていないというのは現状ですね。実際に今のシティホールの生活はですね、物がなくなるとかそういったこともないですし、外で自由に出歩ける、マスクをしなきゃいけないというルールとかはありますけれども、自由に出歩けるので、それほど隔離されているというようなものではないんですけれども、それでもルーマゲティに自由に行き来ができないとか、目の前に見えるんですけどねというような現状になるので、早く事態が収拾してコロナがなくなってくれることを切に祈るだけですね。外国人の出入りに関して規制が緩和されるという話だったんですけれども、それにしてもですね、海外から帰ってくるフィリピン人の出稼ぎ労働者、この人たちが優先になるんですけれども、実際にですね、今フィリピンで受け入れられる、入国者の数というのはマニラ空港で1500人、
セブ空港で1500人ということなんで、もしそれ以上の人が入国してしまう場合には、実際にはその日、入ってくることができません。なんでこの数字1500人という数字があるかというと、コロナの検査をするためにですね、できる処理ができるキャパというのが1日各空港で1500人までということなんで、今後この数字が変わる可能性というのは十分あると思うんですけれども、現状では1500人までしか入国ができないということですね。実際に、フィリピンの方に入国した外国人、外国人だけじゃなくて、出稼ぎ労働者その他諸々なんですけれども、例えばドゥマゲティの人がシキホールに来ようと思った時であっても、自由に来ることはできないのですが、例えばシキホールに在住している人が何かの理由でドゥマゲティに、今いて帰ってこなければいけないというような場合には、シキホールに着いた後14日間の強制的な隔離措置というのがあります。でこの隔離措置なんですけれども、基本的には政府が用意した、隔離施設に、収容されることになります。でもこの収容施設なんですけれども、実際に使われているのは、バスケットボールコートに、簡易のテントというよりもビニールシートですねを張って、そこに、収容されるという形になります。なので決して、快適な生活ではないですね。そうですね。それにその収容施設というのは、実際には隔離されているということなんですけれども、周りの人との接触であったりとか、それから外にもですね、意外と塀越しにいろいろな人と喋っているのを見かけたりすることもあるので、本当に隔離なのかなっていうのはありますけれども、基本的には14日間そこにいなければいけないというふうになります。これは外国人でも適用されるんですけれども、これらの処置は実際には外国人がシキホールに入ってくる時にも同じようなことが適用されるんですが、中にはですね、やっぱりそういったところでは過ごせないからホテルとかの隔離施設という人もいるんですけれども、どこから帰ってきたかによって施設は変わるんですけれども、中にはフィリピン政府が借り上げているホテル、もちろん有料なんですけれども、そこで14日間の隔離という形を取ることもできます。海外から帰ってくるフィリピン人であったり外国人では、やはりそちらの方にですね、収容されているというのが主なパターンになっています。現状今のところフィリピンはそういう形なので、皆さんが自由に出入りをしてライブを楽しむということはできないんですけれども、今のところですね、今年は珍しく南西の季節風も吹いてなくて、ライビングには非常にいいコンディションを保っています。シキホールはですね、規制が始まってからもビーチダイビングに関しては特に禁止されることがなかったので、ちょくちょく実は潜ってはいるんですけれども、海の中の方はですね、いつもと変わらぬ平和な世界で、とても透明度も今はいいので、ぜひとも潜っていただきたいって言いたいところなんですが、残念ながらまだフィリピンに来ることができないので、もし次に来る機会がありましたら、同じような海をできれば皆さんに案内できればと考えています。もうすぐ7月も終わりですが、8月の1日からですね、おそらく新しい規制がまた発行されて、どのように変わるか、もう前の日にならないと、下手すると当日なんですけどね、わからないという状況なんですが、今の現行のルール、コミュニティ隔離が、終わって、いわゆるニューノーマルと呼ばれる規制に変わるのではと予想されています。特にこのシキホールですね。ただドゥマゲティであったりお隣のボホール、それからセブの方ですね、はまだどうなるかわからないので、実際に規制が変わって、いわゆる8月になってからこの島から出れるかどうか、これはまだ未定なんですけれども、1日も早くドゥマゲティの方に行けるぐらいの自由を取り戻したいというふうには思ってます。また政府の方からですね、先ほどからも言っているようにシキホールはあまり規制がなかったので、特にこれということはないんですが、セブとかですねは、つい最近この何日か前にですね、新しいルールが発表されて、ダイビングの方も、できるようになったようです。ただですね、また別な動画で紹介しますけれども、このセブの新しい規則の中には、
例えばダイビングだったりアイランドホッピング、それから、ジンベエザメツアーですね、その他もろもろのアクティビティに関しての細かい規定があるんですが、今後政府の方針としては予約をする際には必ず政府のウェブサイト、この専用の予約サイトを経由しての予約でないとダメ、そして支払いの方も当日払いではなく事前にクレジットカードとかそういったもので支払いを終わらせておくということが必要になるという発表もありました。これについてはまた別の機会に紹介させていただければと思います。日本でも最近は感染する人が増加してきている、第2波と言われているような状況だと思うんですが、皆さんもですね、お体には気をつけて、また近いうちに四季ホールでお会いできることを楽しみにしています。それではまた。